近年、ロシアによるウクライナへの侵攻や、中国による台湾侵攻の可能性などから、日本を取り巻く国際環境はどんどん変化している。それに合わせて日本の安全保障政策も転換してきているんだ。アメリカからミサイルを購入するのよね。それに、防衛装備移転の原則の運用方針を改正して、日本から武器輸出をできるようにする流れもあるわ。そういった流れの中で現実味を帯びてきたことの一つが、日本の核武装だ。でも、日本は世界で唯一の被爆国だから、実際に核を持つのはいろんな面でハードルが高い気がするわ。そうだな。それでは今回は、核保有についての現実的な議論を見ていこう。日本は長い間、非核三原則を堅持してきたんだ。持たず、作らず、持ち込ませずっていうやつよね。そうだ。1972年に内閣総理大臣の佐藤栄作によって表明された原則だ。これは、国際社会における平和主義と非核化の姿勢を象徴すると同時に、日本の安全保障政策の基本的な枠組みを形成している。佐藤栄作氏はこの原則を表明したことで、ノーベル平和賞を受賞したんだ。ノーベル賞、すごいわ。当時の日本は世界で唯一の被爆国ではあったものの、核利用については今よりもずっと活発に議論されていた。しかしこの非核三原則が打ち出されたことで、日本は核保有についてはもちろん、核について議論することさえタブーとなったと言っていいだろうな。昔はもっと議論されてたの？ああ。1957年には内閣総理大臣の岸信介が、核兵器と名前が付けば憲法違反かというと、憲法の解釈論としては正しくないと答弁して、核兵器保有は合憲との認識を示している。その後、1973年にも当時の総理の田中角栄は、自衛の正当な目的を達成する限度内の核兵器であれば、保有は憲法違反ではないという認識を示しているんだ。今だとそんなこと発言したら大炎上しそうだわ。実際に核を持つ動きもあったぜ。1964年に中国が核実験を成功させ、核保有国になったことを背景に、核拡散防止条約調印後の1969年に、日本の外務省が当時の西ドイツ外務省の関係者を招き、核保有の可能性を探る会合を持ったということも明らかになっているんだ。でもそれは昔の話よね。それからだとだいぶ、世論も変わってきてるんじゃないかしら。日本の国民がどんな風に捉えているかの流れを見てみよう。2006年に、麻生外務大臣が日本の核保有について、政権与党が議論することは問題ないという見解を述べたんだ。それに対するテレビ局の調査の結果だが、まず非核三原則を維持し続けるべき、と回答した人は 82% に上ったぞ。やっぱり、日本人にとって非核三原則は大切なものなのね。麻生氏に反対意見が 46%、回答保有が 15%、賛成した人は 39% となっている。実際に核を持つかどうかは別にして、核に関して議論すること自体には一応、賛成な人が4割近いということね。2006年は北朝鮮が核実験を始めた年なんだが、北の核に脅威を感じているかという質問には、90% が感じると答えている。日本人の核兵器への抵抗感がすごく強いということはわかるけど、同時に日本の周辺の安全保障環境についてはみんな、大きな不安を持っているということよね。ああ、日本の周辺で核を保有しているのは中国、北朝鮮、ロシアなどだが、霊夢は核兵器不拡散条約を知っているか？核兵器不拡散条約？核兵器不拡散条約、通称 NPT と呼ばれる条約だ。米国、ロシア、英国、フランス及び中国の5カ国を核兵器国とし、それ以外の非核兵器国への核兵器の拡散を防止するとともに、誠実な核軍縮交渉を義務付け、さらに、原子力の平和的利用のための協力を促進することを主たる目的とする条約で、現在191カ国が締結しているぞ。世界が平和になるために重要な条約ね。その条約締結国の中で、条約の理念をきちんと守らない国もあるんだ。まず代表的なのは北朝鮮だな。北朝鮮？北朝鮮は1993年及び2003年に NPT からの脱退を宣言したんだ。しかし、NPT 締約国全体としては、北朝鮮の条約上の地位に関する解釈を明確にしていない。北朝鮮自体は脱退すると言ったけど、それを認めていないということ ?NPT 脱退を示唆しているイランも、脱退は無条件の権利であり締約国の裁量に委ねられると主張しているんだが、脱退のプロセスについて条約上明確性に欠けるところがあって、今も締約国の間で議論されている。世界の平和のために、できれば脱退させたくないわよね。
また、NPT 非準国でありながら、唯一核弾頭の数を増やしているのが中国だ。それはひどいわね。条約を締結しているならしっかりその理念を守ってほしいわ。そうだな。また、世界一核を保有しているロシアも日本のお隣さんだ。ロシアはウクライナとの紛争においても、核使用についてプーチン大統領が言及するなど、危うい姿勢を見せている。日本はいつ核を使用するかわからない国に囲まれてる状態、とも言えるわね。怖いわ。そういった状況だからこそ、日本も核を持つべきだという議論が今、現実味を帯びた形で再燃していると言っていいだろうな。でも、実際核を持つことを考えるとすると、どういったことが考えられるのかしら。そうだな。日本が核を持つことのメリット、デメリットを考えてみよう。まず、日本が核を持つということは、核抑止力を日本が保有するということが言える。核抑止力ってどういうこと？核兵器を持っていれば、他国から戦争を仕掛けられたり、攻め込まれたりすることを防げるという議論だな。しかし、これがどの程度のレベルの戦争を防ぐのか、ということも議論が大切だ。実際、米ソ冷戦時代においては、アメリカと当時のソビエトは、相互核衝破壊といって、お互いに完全に国を破壊してしまえるほどの、核戦力を持っていた。だからこそお互い、戦争は起こさなかったとも言える。お互い核兵器を保有することによって、抑止し合っていたから、ある程度の平和が保たれたってことね。そういうことだ。日本が核兵器を持つことによって、ある程度の抑止力を持てば、中国や北朝鮮もおいそれと日本を攻撃できないということは確かだからな。核を保有することのデメリットはたくさんあると思うけど、どういうことかしら。まずはコストの面だな。核開発にお金がかかる。まあそうよね。技術的には可能なの？日本が核武装することは、技術やものづくりの観点からすると、そう難しくはないという意見が多い。核爆弾製造を考える場合、核技術と核物質と防衛産業が鍵になるわけだが、まず核技術については、アメリカの公文書館などで公開されている情報を得られれば、一応問題ないとされている。また、日本が核開発をするとなれば、アメリカは技術的支援を行うだろうからな。その点でもコストは抑えられるという指摘もある。まあ、日本が核を持つとしたら、アメリカに黙って勝手に作るということはありえないわよね。現在北朝鮮はロケット技術と核技術の開発に熱心だ。日本の技術水準は北朝鮮よりもはるかに高いから、その気になればスムーズに核爆弾を開発できるだろうな。核物質についてはどうなの？核物質については、日本には、原子力発電に由来する一定量のプルトニウムなどがある。兵器に使用するプルトニウムと、原子炉用のプルトニウムは、質が全然違うんだが、厳密に爆発の規模などを考えないならば、原子炉用のプルトニウムでも、それなりに使い物になるという専門家もいる。また、日本は核実験なしで核爆弾を作れるとも言われているんだ。え、どういうこと？アメリカの技術や情報の提供を受け、スーパーコンピュータでシミュレートすれば、すでに日本が持っている技術の応用だけで、核爆弾は製造可能だということだ。また、日本がすでに打ち上げている人工衛星を核爆弾に変えるだけで、核を搭載したミサイルと、同じ働きをさせることもできるからな。聞いてると、コスト面ではそこまでかからない気もしてきたわ。まあ、そうであっても簡単に明確な金額を示すことは困難ではある。また、未使用の核兵器の最終的な処分費用も考えると、核保有の費用は膨大との指摘もあるんだ。なるほど。使わなかった核を処分することまで、考えなきゃいけないのね。他にある問題点としては、保有した核兵器をどこに置くかという問題が発生する。ああ、それは大きな問題になりそうだわ。武器をどこに置くかというのは、核兵器でなくても大きな問題になることなんだ。実際、イージス・アショアというミサイル迎撃システムを、日本が導入しようという議論が起こった時に、これをどこに置くかで議論になり、結局停止になったということもあった。それが核となるともっと問題になるわよね。核武装の置いてある場所は、確実に他国の最優先軍事ターゲットになるもの。現在、核をどのように保有するかを考えたとき、3つの方法が考えられる。戦略核の3本柱と呼ばれているものなんだが、地上発射型の ICBM、潜水艦発射型弾道ミサイルである SLBM、最後に戦略爆撃機だな。陸、海、空ということね。そうだ。まず、地上発射型の ICBM は、地上にあるので、衛星などで位置が暴露されてしまうという問題がある。特に大量の ICBM を運用するとなると、サイロというものを使うんだが、これは固定されてしまっていて、どこにあるかは分かっていて動かせないんだ。
ということは、その場所は敵が核攻撃をした場合には、破壊される可能性が高いわね。そうだな。沖縄の基地の問題とも似ているが、どこの都道府県がその設置を引き受けるかというのは、解決できない問題になると思うぜ。日本が核保有した方がいいと考える人でも、自分の家の近くには置いてほしくないと思うでしょうしね。また、戦略爆撃機にしても、駐機されている間に爆撃を受ける可能性や、空中でパトロールをするにしても、燃料の関係があるのでずっと飛び続けることができないということになる。最も有望な可能性としては、戦略原子力潜水艦が考えられる。戦略原子力潜水艦ってどういうこと？普通の原子力潜水艦とはまた違うの？戦略原子力潜水艦は、敵の核攻撃に対する報復攻撃を、いつでも実施できるために、核ミサイルを搭載して海に出ていて、海をパトロールしているんだ。原子力潜水艦であれば何ヶ月でも潜り続けることができるから、敵に場所を察知される可能性も極めて少ない。ってことは、敵は日本がどこで核を持っているかがわからないってことね。そういうことだ。原子力潜水艦はいくらでも長く走れるので、行動時間も限られず、どこかの基地に縛られるということはない。有事の際に、いつでも反撃することができる。まさにこれが抑止力として働くんだ。デメリットはないの？海の奥深くに潜って活動するから、地上とのやり取りが遅れるというデメリットはある。しかし、抑止力として考えた場合、実際に核ミサイルを撃つかどうかということよりも、存在しているということが最も大切な任務なわけだから、指示がすぐに伝わらない、という部分はそう大きなデメリットとは言われていないな。なるほど、いてくれるだけで十分に力を発揮しているということね。ただし、日本は今原子力潜水艦を持ってないんだ。持ってないの？ああ。普通の動力の潜水艦と比べて、原子力潜水艦は圧倒的にメリットが多い。日本が核を保有することを考えた際、原子力潜水艦がなければ、核ミサイルを搭載したディーゼルエンジンの潜水艦が、しょっちゅう海上に出て充電しなきゃいけないことになるからな。それだとどこに核を持ってるか敵にすぐ分かってしまうわけだし、意味がないわね。そうだ。日本が核を持つには、まだまだ解決しなきゃいけないハードルは高い。現在、これらの問題点を払拭する案として考えられているのが核共有だな。核共有？保有とはまた違うの？核保有とは文字通り、自国で核を作り、保有することだが、核共有というのは核兵器を保有していない国が、核保有国の核兵器を自国内に配備して、共同運用することだ。ただし、核使用の決定権は核保有国が持つんだがな。2022年の産経新聞共同調査では、核共有についての議論をすべきだと答えた人が、62.8%。紀尾井町戦略研究所調査では、70.4% が核共有の議論に賛成となっている。保有じゃなく共有であれば、考えてみようという人も多いのね。今そういう仕組みを利用している国はあるの？あるぞ。NATO では米国の核兵器を欧州に保管しておき、同盟国がミサイルや火砲などといった、運搬手段を供給するという形の運用が始まっていて、これが NATO の核共有と呼ばれているものだ。例えばドイツを例に挙げると、戦場単位での使用を想定した戦術核である、B61 という米軍の小型核兵器を、ドイツ連邦軍の軍事基地の中で管理している。有事になれば、米軍がドイツ連邦軍に供与し、ドイツ連邦軍が自らの戦闘機に搭載して、使用する約束になっているんだ。なるほど、一応、所有者はアメリカだ、という話ではあるのね。米国の核共有には、NATO に加盟するドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、トルコの5カ国が参加していて、NATO の5カ国に契約150発の B61 があると推定されている。日本もこういう風に、アメリカの核を借りることもできるってこと？有事の際はアメリカの核を借りて、日本のどこかの倉庫に置いておいて、有事の際には日本とアメリカが相談をして、自衛隊が運搬をして実際に使うということだ。なるほど。でも、自分で作りはしないから OK って話でもない気がするわ。現在の日本は、アメリカの核の傘の下にある。日本が何か有事の際には、核を持ったアメリカが守ってくれ、日本を守るために、核を使ってくれるだろうということだ。しかし、現状ではアメリカが核を使うときには、日本は何も聞かされないまま、アメリカが核を使うという状況になっている。確かにそうね。ただし、核共有にすれば、日本とアメリカがあらかじめ相談をした上で、核を使うという枠組みになる。日本が意思決定に関与するので、その方がいいのではないだろうかという議論もあるんだ。でもね、日本は唯一の被爆国でしょ。その日本が核を使う側になるのはどうなの？
まさにそこが問題で、非常に重たい決断になるだろうな。実際に与党が連立政権の状態で実現可能かどうかということもある。この決断をする難しい政治のプロセスを考えると、今現在は現実的なやり方として、アメリカの核の傘に頼るという状況になっているんだ。日本が核を持つことに関して、国際社会との関係はどういったことがあるのかしら。まず、今日本はアメリカの核の傘の下にいるとさっきも言ったが、そのことをどう考えるかといった議論がある。アメリカと日本は守る国と守られる国、という構図になっているわけだが、それは立場上、どうしても考え方が変わる。そりゃそうよね。もし核戦争の危機が迫ったような有事が起こった場合は、日本はアメリカに核使用を要求することもあり得るわ。しかし、アメリカにしたら、日本に敵対している国との核戦争への拡大はしたくない。そうすれば、アメリカは日本に対して、敵に譲歩するように言ってくるかもしれないよな。アメリカの立場で言えばそうでしょうね。守る側の国も守られる側の国も、自国の存立を問われる危機に直面した場合には、どちらも自国の安全と存続を最優先する。そうするとそこに、決定的な国益の対立が起こってしまう。そういった状況を作らないためにも、日本は核武装すべきだ、という立場を取るアメリカの専門家もいるんだ。また、トランプ元大統領は、日本の核兵器保有を容認する考えを示している。そうなの？そうだぜ。また、バイデン大統領も、2016年にまだ副大統領だった時期に、中国の習近平国家主席に、北朝鮮核ミサイル問題での協力を求めた際、日本が明日にでも核を保有したらどうするのか。彼らには一晩で実現する能力があると発言したんだ。バイデン大統領も日本が核を保有することは可能だと考えているってことね。でもそれって、実際日本が核保有に動いたら本当に賛成するのかしら？それは実際に起こってみないとわからないな。アメリカが賛成する気持ちを持っていたとしても、他のいわゆる戦勝国軍である、イギリス、フランス、中国、ロシアは必ず反対する。そこでアメリカだけが後押しするという政治的な構図が、果たして可能かどうかは、その時の政治情勢によるだろうとしか言えないぜ。また、ニューヨークタイムズやファイナンシャルタイムズは、社説で日本を名指しして、核拡散への懸念を表明している。日本の核保有は国際社会にとっても、現実味のある議論だということがわかるな。日本の核保有の可能性については、中国なんかはどう考えているのかしら？かなり警戒していると見ていいだろうな。2022年の広島の原爆の日の式典で、岸田総理大臣は核なき世界の実現を訴えたんだ。しかし、それに対して中国外務省は、日本はアメリカの核の傘を享受し、アメリカが核兵器の先制使用を放棄することに反対している、と指摘している。随分強い言い方で文句を言ってきたのね。でも、どんどん核兵器を増やしてる中国に言われたくないって思っちゃうわ。そうだよな。中国は日本が核兵器を保有する技術力も、核物質も十分持っていることを分かっていて、いつ日本が核を持ってもおかしくないという想定で、牽制を仕掛けてきていることは確かだ。だからって日本は、十分な議論もなしに、核兵器を作っちゃうようなことはしないけど、その可能性もあると考える中国は、不安なんでしょうね。そうだろうな。しかし実際、日本の周辺がきな臭くなっていることは確かだ。一足飛びに核保有までいかなくても、核武装以外の選択肢を考えておくことは日本だけでなく、世界の平和バランスにとっても大事なことだと思うぜ。それはそうだと思うわ。日本は今、安全保障に対してどんな方向性を持っているのかしら。政府が2022年12月に閣議決定した国家安全保障戦略には、国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる、重大なサイバー攻撃の恐れがある場合、これを未然に排除し、被害の拡大を防止するために、能動的サイバー防御を導入すると書かれているぞ。現代の安全保障ではサイバー関係は大事よね。日本として台湾有事を想定するときには、電力や通信、重要インフラのサイバー防御を強靭なものとすることが欠かせないだろうな。ウクライナ戦争では、電力の停止は他のすべての重要インフラに、甚大な影響を及ぼしたんだ。そういったことも考慮に入れて、重要インフラの防御を構築する必要がある。確かに、水や電気なんかのライフラインも、今はサイバー攻撃を受けたら、すぐダメになってしまう可能性があるわよね。その守りを強固にしておくのは必要だわ。現在では、重要インフラや病院、地方自治体等を狙ったランサムウェア攻撃や、大規模な DDoS 攻撃が増加しているからな。
欧米では大統領選挙等の結果に影響を与えるような、社会の安定を覆す攻撃も確認されているし、こういったサイバー攻撃に、国家が関与する可能性も指摘されてるんだ。あと、パレスチナ紛争では、SNS を使って偽動画が拡散されたりもしたわ。そういったことも、有事の際には大事になってくると思うのよ。そうだな。また、これもウクライナやパレスチナの戦争で見られたが、武器の近代化という面もある。無人機よね。ウクライナは特に、たくさんドローンを使っているって聞いたわ。そうだ。ウクライナの戦争ではまさに、ドローンがゲームチェンジャーとなった。ドローンは安価で、使用する兵の教育も短期間で済む上、人的被害を抑えて効率的に攻撃できることから、現代の戦争には欠かせない武器となってきている。日本の自衛隊でもドローンを導入しているの？2022年12月に公表された国家防衛戦略では、初めてドローンが、無人アセットとして位置づけられたんだ。防衛力の抜本的強化策の一つとして、大きくクローズアップされたぞ。ふむふむ。今後は空中、水上、水中すべての領域における活用や、無人潜水艇の早期装備化、これまで導入に否定的な態度をとっていた、攻撃型ドローンの導入などを進めていくことを明記している。おおむね10年後までに、無人アセットを用いた戦い方をさらに具体化し、我が国の地理的特性等を踏まえた機種の、開発導入を加速し、本格運用を拡大すると言及されているそうだ。日本もどんどんドローンを導入していく予定なのね。そうだ。ドローン関連予算も大幅に増加したぞ。2023年度で約2000億円、2027年までの5年間で、約1兆円の予算を計上している。2023年度だけでも、スキャンイーグルの能力向上や、スカイレンジャーの取得、グローバルホークの維持整備のほか、駐屯地重要防護施設の、警戒監視を行うドローンや、攻撃用ドローンの運用実証などを進めるということだ。日本の核保有については、議論を進めていかないといけないと思うけど、その前にまず取り組めるところから導入していくことも、日本の安全保障には大切なことよね。そうだな。日本はどうしても、核の議論をしづらい。そういった現在の状況から一歩進んで、タブー視せずに考えていくことも重要だと思うぞ。今回の動画はここまでだが、国際的な核保有国の立ち位置についてや、日本の核武装の可能性について、コメント欄に意見を書いてくれると嬉しいぜ。高評価グッドボタンと、チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。